それではご紹介しましょう。宮城川崎帝京剣王切断長谷倉常長会の皆さんでございます。400年前、そして正宗公の使として太平洋の三聖洋を取りまして、日本初となる通称外交の国際舞台で活躍した人、それが川崎町出身の長谷倉常長なんだそうです。意味を渡りまして国際交流の選択者、当家の高等人として、今なお語り継がれまして、崇拝された長谷倉常長は、慶応切断の意思を受け継ぎ、現在によみがえったのがこの常長隊でございます。続いてはですね、過激な鉄道台のお願いとなります。また、白石消防団の方々に整理をお願いしておりますが、観客の皆様どうぞ道をいただきますようお願いいたします。大きな店前へと入ってまいりました。さあ皆さん手作りの茶室を身につけましてまた見まして今皆様の前を通過中でございます。どうぞ皆様温かい拍手でお願いください。さあ片倉敷の東京六水園の皆様でございます。なおですね、パレード終了後はですね、スライド広場におきまして、出陣式、そして黒い部長におきましては、チャリティーの常磐体験を行いますので、どうぞ皆様ぜひお参りください。さあ、今、総勢60名の社訓団の皆様が会場に出てくださるところでございます。どうぞ皆様、拍手でお参りください。さあ、ご来場の皆様、本日は白石市立りまつり朝倉高学